どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとしゃです。アンダーテイル、あーなんかあらすじみたいのが流れてましたけど、このゲーム2015年9月にね発売されてるんですから、英語版が。それがやっと日本語ローカライズされて発売されました。いや、めちゃくちゃねやりたかったんですけど、すごい我慢して日本語版が発売されるっていうからね、さらにもうやっとのことをこうプレイできるわけなんですけどね。まあなんか誰も殺さなくていい RPG みたいなキャッチフレーズがついてるんですけど、一体どういうものなのかね、早速やっていきたいと思います。イビト山で女の子みたいのがね、入ったらもう二度と戻れないみたいな感じの山の中入っていってしまった洞窟の中ね。ゲームを始める。設定、言語日本語、まあ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 ここら辺は大丈夫でしょう。フレームなし、あ、シンプル、セピア、お、ダイナミック、シンプルにフレームちょっとつけてみるか。この中でゲームは進行していくのか。いや、なしでいいでしょう。閉じる、ゲームを始める。お、落ちた人間に名前をつけてください。オトゥジェ、落ちじゃじゃないよ、オトゥジェ。オッケー、確定、この名前でよろしい。オトゥジェって出てきてるけどはいはい、大丈夫です。お、女の子かな、起きて、あ、お、起きてて目が寝てると起きてんのね、この子。あれね、はい、こっちから行けるんだ。ほっ、お花が咲いてる。ほっ、お花のフラウィーなの、フラウィー。いや、私は地底の世界に落ちちゃったの？うん、まあ落ちてきたばかりかな。戸惑ってるよ、そりゃ。ルールあるの？ああ、教えてくれ。準備はいい、行くよ。え、何が起こるの？あっ、私のハートが。マイ魂なの？マイソウル、これ。君という存在そのものと言っていい。分かった。はじめはすごく弱い。けど、レベルがたくさん上がると、どんどん強くなれるんだ。なれるんだよ。はは、20。レベルっていうのは、ラブ。つまり、愛のことさ。あ、そうだっけ？そうだったっけ？君もラブが欲しいでしょ？思うね。待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。分けられるの、ラブ。この世界ではね、ラブはこんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだやめな、追いつくかな、理解が。それじゃあ行くよ。いやいやいや、超ダメージ食らってるけど。バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろ。おい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 、死ねって。ダメだ、無理。俺のラブ。お。あ、飛んでった。情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫だよ。私はトリエル、この遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認しているの。あ、そうなの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。あ、そう。あ、いや、意外とこっち行くとカラーついてますね。こっちよ、はい。あ、置いとかないで。やべえぞ、あの花。お、なんだ。
なんかキラキラしてる。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。 HP が満タンになった。回復か。あ、セーブもできる。しとこう。遺跡の入り口。お、奥に行った。あ、音楽いいですね。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。おおおお、ここにはたくさんのパズルがある。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。オッケー、覚えたぞ。こうね。で、こう、はい。これはなんだ。先へ進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩まず。真ん中通れってこと？この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。何？でも大丈夫。ちゃんと印をつけておいたから。あ、そう。ついてっていいのかな？危ない。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。まっすぐか。看板の前で丸を押すと読める。まあ読めたな。最初のスイッチはそこの壁にあるわ。これか。押した。次は。さあ、左のスイッチも押してちょうだい。これ。よくできました。えらいわね。さあ、次のお部屋へ進みましょう。はい。大丈夫？これ刺さんない。大丈夫。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時にどうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫。とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。あ、そう。コミュニケーション。そうやって時間を稼いで、私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。マネキンじゃねえのか、これ。もしもし。おう、マイハート。マネキンが現れた。お、戦う。お、めっちゃねえ。あ、You win。あ、マネキン、あ、倒しちゃったけど。今のね、今、多分左から右にずっと自動的に動いて、真ん中でちょうどよくタイミングよくね、丸ボタン押すと、ジャストアタックみたいなんだけど、俺、バイオハザード、あのね、ゲームボーイでバイオハザード外伝っていうのがあってね、全く同じ戦闘方法だったんだよな、これ。懐かしい。あらあら、マネキンはバトル用じゃないわ。おしゃべりの相手よ。怪我をさせたら大変でしょ。こっちへいらっしゃい。なんすか？この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。あ、俺誰だと思ってんの、お前。なんだ。お、フロギンが襲ってきた。待て。まあなんかお話しした方がいいんでしょ。行動フロギ。分析、褒める、脅す。分析しよう。フロギ、アタック4、ディフェンス5。なぜ英語とね、日本語を混ぜたかな。アタック4、ディフェンス5。カエルも辛いよ。そうなの？あ。You win! 横から、あれ名前この人なんだっけ、忘れちゃった。ど忘れした。睨みつけたら消えてったけどな。西の間は東の間の青写真。進めないな。これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。え、やだ、痛い痛い。あ、だ、あ、あー、通れる場所が決まって、うわー、ちょっと覚えられないよ。やめて。ありがとう。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。
ここまではとても上手にできたわね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。なもん簡単じゃないか。どうか悪く思わないでちょうだいね。え、なんで？やだ、怖いよ、やめてよ。なんで？怖いよ、ちょっと。怖い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 。あ、延々と続けず、これ。は、私を一人にしないでくれ。頼む？何？あ、どうし、どうし、あ、なんか、あ、いた。よくできました。安心してちょうだい。置いていったりしないわ。この柱の影に隠れてずっと見ていたのよ。私を信じてくれてありがとう。でもね、この練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。はは、私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくか。携帯か、携帯あるのか。用があるときはそれで電話するのよ。じゃあ別に大丈夫だと思うんですけどね。それじゃあお利口さんにしていてね。まあ人間とそのモンスターが共存している世界らしくて、人間が勝ったんでしょこの世界。モンスターたちどこで今この地底で生活してんのかな。びっくりしたな。あ、プルプルルプルル、もしもし、トリエル、トリエルさんか。あとメモしとかないとな。トリエル、はい。お部屋から出たりしてないわよね。出てないっすよ、出てない。ああ、その先にはまだ説明していないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待っているのよ。つつつ、ああ、そう。まあ私お利口ですから。ケロ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 、人間さん聞いてケロ。モンスターとのバトルのことでいいことを教えてあげるケロ。何か特別な行動を取ったり、戦った相手を瀕死の状態にすると、何そのモンスターボール投げれば捕まえられる、相手が戦う意志をなくすことがあるケロ。モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいケロ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 。そうか、わかった。もっかいだな、これ会話が。あ、じゃあ戦ってもいいんだね。なんだ、お、泣き虫がうじうじと近寄ってきた。来たな。戦って大丈夫か、一回分析しよう。泣き虫、アタック5ディフェンス0、戦うにはあまりにも繊細すぎる。かわいそうだな。しょうがないの。ワッツ、なんだこれ。泣き虫はまだゴニョゴニョ謝り続けている。泣き虫、慰める。そうだな、慰めてみるか。泣き虫なんだから。話しかけた途端、泣き虫は突然泣き出して逃げていった。 You win。 逃げてったの。ちょっと待って、落ち葉をカサカサ言わせて遊んだら決意がみなぎった。 HP が満タンになった。あ、ここセーブポイントか。セーブしとこう。モンスターとエンカウントするんですね、歩いてると。おっ、フロギー、フロギーが飛んできたよ。フロギーのーは防御力少しあるんだよな。脅し、まあ戦ってみようか。フロギー、あ、右まで行っちゃうとダメなのか。あ、ぴょん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 、やめろやめろ、仲良しカプセル飛ばしてくんだ。辺りにはカラシの種の匂いが充満している。カラシの種の匂いが充満しているのか。戦おう。真ん中。とぉ！にゃー。
待って待って待って、お前変える、ちょ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 、危ない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 、あ、これダメージ量計算しなきゃいけないか。フロギーの勇ましさに足がすくんでしまった。うそぴょーん、どういうことだ。ちょう、これでギリギリ残るな。ぴょんぴょん、さあ来い。そんなものが私に当たると思ってるのか。仲良しにはフロギー逃げようとしてる。見逃してあげるか。逃がす、逃げる、逃がす。あ、1ゴールドを獲得、お金もらえた。でも経験値もらえないね。うん、なんだ俺。お一つどうぞと書いてある。キャンディーを一つもらう。いや絶対もらわない方がいいと思うけど、もらってみるか。キャンディーを一つ手に入れた。三角を押すとメニューが開く。アイテム、モンスター飴、インフォメーション。あ、銃回復する。発火とはまた違った独特な風味。俺ね、発火、ドロップの発火ね、苦手なんですよね。いろんな味が入ってたらね、発火だけあの白いのがずっと残る。あ、なんだ、泣き虫、うじうじ。よし、ちょっとここら辺でダメージ。あー、死んじゃったよー。倒しちゃった、経験値もらったけど。泣き虫は攻撃しちゃダメだな。大丈夫これだよねー。うん、ダメージはないか。下の階に、あー、じゃあ普通に落ちていいじゃないか。おっと、フロギー、フロギー、歩道を褒めてみるか。フロギーは言葉の意味を理解できないようだ。それでも照れている。お前完全に分かってるだろ、お前。照れ照れ、さあ来い。またもう、あ、いった。フロギーはあまり戦いたくないようだ。やめろじゃあ、脅す。フロギーは言葉の意味を理解できないようだ。それでも怖がっている。ブルブル、やめて、仲良くしよう。ほっ、10ダメージか。ぴょんぴょん、まあ落ち着いても、ほら仲良くしよう。ケロケロ、戦うなんてよくない。フロギーはあまり戦いたくないようだ。見逃す相手、モンスター目、分析。カエルもつらいよ。変わらないな、そこら辺は。なんだ、あ、かわいい。ギリギリにするか。ここらへん、あ、ちょっと。ああ、でこっちから上がる。プルルルルル、プルルル。さあ、もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけれど、どちらか選ぶなら。シナモン、それともバタースコッチ。シナモン、シナモン、バタースコッチかな。バタスコで、バタスコでよろしく。そう、わかったわ、教えてくれてありがとう。なんか作ってくれるのかな、ちょっと楽しみなんだよね。プルルル、ちょ、早いわ。誰だ、いや、お前しかいねえが。もしもし、トリエルです。別にシナモンが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえばっていう意味よね。例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残す。そう、そうなのね、よくわかったわ。何も言ってないけどね、しつこく聞いてごめんなさいね。おやつ作ってくれようとしてるね。つーつー、さあ、なんだ。灰色の岩、4つのうち3つが押されることを望む。4つ、よっ、おっ、泣き虫、怖がらせよう。腕を振り上げ、指をポキポキ鳴らした。覚悟しろよ。泣き虫は震え上がった。やめてよー、やめて。動揺して呼吸がひどく乱れている。もう一回怖がらせる。やめてよー。倒していいのか、誰も殺さず RPG じゃないのか。もう攻撃するとやつめ防御力がなさすぎて吹き飛ぶからな。ちょっ、ダメだ。あ、普通に押したら、
落とし穴がいっぱいあんな。あ、ここが通れる場所ってことね。落ち葉を踏まないで。オッケー。じゃあ上がって、あべ、なんだ、アフロギ来たと、ケロケロ、さあ飛んできた。当たるはずがねえだろう。フロギが行ったり来たり飛び跳ねていると。よし、どうしたフロギ、モンスターと人間仲良くしよう。フロギ逃げようとしてる。逃がす。落ち葉を踏まないでこうか。あれよ、読まない。ああそうだった、ここら辺まで行かないと。もう多分あれ踏んでも大丈夫か。俺は信じてるぜ。来たか。ちびカビに行く手を塞がれた。ちびカビ分析。ちびカビアタック6ディフェンス0。肌がプルプルでみずみずしい。でも脳みそはない。なんかめっちゃゼリーに見えるけどな。ゴボゴボ、わわわ、雪みたいに降ってくる。静かにゴボゴボ音を立てている。くどく真似をする。ちびカビのそばにじっと横たわった。世の中のことが少し分かったような気がした。黄昏れてんじゃねえか。スライムっぽい音。おおおお、悲しげにじっと待っている。何、くどく。お尻をプルプル振った。ちびかみをプルプル返した。優位なやりとりだ。うふんあはん。攻撃してきてるけどな。危ない危ない危ない。考え込んでいる。何、何考えてんの。と、あ、結構体力あるね。避けて避けて、真ん中でジャストアタック。オッケー、避け避けて避けて。ちびカビは腐り始めている。大丈夫か、ちびカビ。一番端っこで攻撃。よし、どうだ、逃げ出さないか。危ね、危ね、腐り始めて逃がしたけど。あ、危ね、あいや、意外と難しいな、これな。ここを通って落ちる手前、上上がって、あ、読めるな。下の階で注意書きを読まなかった。読んだで行こう。はい、あー、これか。なんだ、あ、フロギーと泣き虫がにじり寄ってきた。怖がらせる。泣き虫は震え上がった。やめてよー、ゲロゲロ。おー、ゲロゲロ。嘘、フロギーはなぜ自分がここにいるかわかんないようだ。とりあえずフロギー攻撃して、ほっ、にゃー、ごめん。おお、ちょっと難しいな、一気に。フロギーの勇ましさに足がすくんでしまった。うっさ、ぴょーん、さてと、ここらへん。さあ、そろそろフロギー逃げたいでしょう。あっ、ぶねえ。よし、はあ、違うね。あ、やばい。あ、いいのか。ちょっと待った、おいらが押してどかそうたって、そうは問屋が下ろさねえやい。あん、お願いですから動いてくださいだ。ったくしょうがねえな、今回だけ特別だぜ。あー、もっと動けだ。ほらよ、これでどうだい。いや、そっちはねえ。あー、上じゃなくて横に動けだ。わーた、こういうことだろう。よくわかってるじゃん。
あんめおんめあっぷねえなおんめおい。あーじーっとしてるだ。たく何度も行ったり来たりさせやがって。お前やめろお前。勝手に動くなお前。なんだ。2匹のフロギがこちらへ飛んできた。フロギ A と。よし。ぴょんぴょんにゃ。やめなさい。あー2匹分来るな。うっさぴょーん。さてとここ、さあ、あともう一体のフロギーの体力をギリギリに持っていければと決まった。そう、なぜかフロギーにゃーって、猫じゃないのかそれはと。さあこれで2匹とも逃げたがってるでしょう。いいよ、逃げて。なんだ、あ、回復できる。いつかネズミは巣穴から出てチーズをかじるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。セーブ。ここの穴からねってことね。触るとなんかちょっとネズミっぽい音がするな。このチーズはかなり前から置きっぱなしのようだ。テーブルにくっついて取れない。やべえぞ、どういうことだ。おっと、これなんだ。グー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 、まだいるの。あ、グー、もうタヌキ寝入りしてるじゃねえか。このお化けはグーグーと言いつけて寝たふりをしている。無理やりどかす家。いやーかわいそうでしょ、ね、そんなんでて邪魔だお前。どけ、早くどくんだそこから。はい、おう。ナプスタブルークがやってきた。一回まずは分析だな。よう。おお、BGM かっこいい。俺この BGM 好きだな。分析。ナプスタブルーク、アタック銃、ディフェンス銃、ユーモアのセンスはないようだ。ないの？ウケるでしょ？ああ、やめて。なんだそれ。ああ。ああ。あっぶね。つい。ナプスタブルークは寝たふりをしている。ナプスタブルークやってくるじゃねえか。くどいてみるか。君まで憂鬱になっちゃうよ。ごめん、なんか全然やる気出ないや。あ、聞いてんじゃねえか。ナプスタブルークはここにいたくないようだ。くどく、君まで憂鬱になっちゃうよ。あー、お前、ちょ、やる気出てる、出てる涙。遠くを見つめている。脅す。怖い顔で睨みつけた。おら、別にいいよ、どうぞ。あー、涙はね、避けやすいからいいんだけどさ。よし、ここにいたくないようだ。あげます。ナプスタドゥン我慢強く微笑みかけた。ニコまた波、また涙。いや、余裕ですね。涙は余裕です。少しだけ元気になった。本当？もう一回励まそうか。ちょっとした冗談を言った。へへ布団が吹っ飛んだ。いや冗談じゃないかそれ。あー、ちょっと泣くほど嬉しいってか。もう少し元気づけることができた。さあどんどん励まそう。何かを見せたいようだ。ちょっと見てて。何？あ、何？ヒヤリハットっていうんだ。おー、すげえなお前。なんだそれ。どう？面白い。お、面白いぞお前それ。面白い面白い。ワクワクしながら反応を待っている。ここでこう切りかかるここで散々やっといて切りかかる。おるおやっぱりね。あーやばい、 おかりおかり。あーこれ連続涙か。かかかかかかたす。寝たふりをしてる。あーもう一回励まそう。ごめんごめん、わかった悪かった俺が。よし、あー全然もうダメだこいつ。心を開かないぞと。寝たふりしてる。はあ、あ、ダメだ。これダメか。あ、あ、ちょっとは。あ、でも涙の量が尋常じゃない。まずはくどっか。君まで憂鬱になっちゃうよ。憂鬱になるわけないだろう。遠くを見つめている。脅す。怖い顔で睨みつけた。別にいいよ、どうぞ。
遠くを見つめてるね、励ます。結構励まされ、いた。ここにいたくないようだ。逃がせるのか。この瀕死の状態にしてみるか。と、まあ元気にやってるよ。よし、あの細い涙がくるっとやばいんだよな。と、本音を話してみろ。うん、元気でいい、本当に。よしよしよし。どこ、遠くを見つめている。と、あー、うー、なんか言ってんな。来たー、避けられ。よし、モンスター飴を食べた。まあ元気にやってるよ。あぶれ、いって、食らうんか。頑張れ。あと一回かな、そうすると瀕死に持っていける。あ、痛い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 、あー、やばいやばい、どんどん強烈になっている。よし、もう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 、で、あー来るな、一番左から。あーっと逃げる瞬間、オッケーじゃないけど。あー、いやー、励ませるかこれは。はは、よし、涙ならまだいける。分析するか。いやー、ウケるでしょう。まずここからかな、会話のスタートは。ウケるでしょう。ほっ、で、くどく、君まで憂鬱になっちゃうよ。はいはいはい、涙なら、涙なら、オッケー。俺の魂のハートが。脅す、怖い顔で睨みつ、別にいいよ、どうぞ。ダメって、もうそれ。アウフ！諦めてはいけない。音じゃ決意を力に変えるんだ。あ、やばいね。なんだもうあれ。なんかでもやっぱりハットあたりからやっぱりちょっと攻撃してはいけなかったんじゃないかなって気がする。はい、ということでアンダーテイル今回はここまで。いやー、なかなか面白いゲームですね。これは今までない感じがしますよ。もうワクワクするね、常に。ということで次回、アンタテールお楽しみに。ほんじゃ、またな。